今日は12月27日火曜日の朝です。明日でお仕事が終わりという方も多いかと思います。そして私明日ちょっと東京に始発で行きますので、今日でおそらく街頭は最後かなと思います。今日も久須志神社の前から街頭演説をしていきたいと思います。今日ですね、雪がすっかりなくなって、かなりやりやすくなったという感じがありますが、相変わらず雪の上に乗っての演説になります。よろしくお願いします。おはようございます。ご通行中の皆様、おはようございます。参政党の青森市議会議員木村淳一と申します。さて、昨日で12月議会青森市議会閉会いたしました。私も10月30日の選挙で当選してから初めての議会終わりました。市民の皆様から託された様々な市政の課題を市議会で訴えてまいりました。まず初めに最も強く訴えさせていただきました選挙戦で強く訴えてきた八甲田の風力発電の問題、この問題に取り組んでいきました。市に対していっぱい質問で、このような事業者任せの姿勢では青森の豊かな自然を生かした街づくりができない、再エネの乱立を招くということで、前向きな、ここには再エネを建ててもいいだろう、こちらには建てるべきではない、そうしたゾーニングをしっかりするべきだと提案をいたしました。なかなか質問だけでことが動くというのは難しいです。私も元公務員、林野庁で6年、青森県庁で2年5ヶ月勤務してまいりました。質問でですね、いきなりじゃあやりますと議員が質問したことに対してやりますよと言ってしまうと、現場は交代しますから、それは難しいですから、いきなり私の提案に対して検討しますとか、なかなか難しいんですが、市の回答としてはそれは考えていないという回答でした。しかしですね、こうやって提案をして市にボールを投げると、こういう活動を繰り返していくことによって少しずつ良くなっていくものと考えます。八甲田の風力発電の問題、八甲田さんにアスファルトの3倍の高さの風車を150基建てると、こういう計画、これはおかしいという声が市民の皆さんに広がってまいりました。今回の議会で昨日最終日ですね、八甲田さんに関わる仮称道の区風力発電の中止を求める請願、そして意見書が全会一致で採択されました。今回の議会の前、10月の選挙の前の議会では、この同じ内容の中止を求める決議案、これは僅差で否決されてしまいました。何も、これはですね、青森市議会が風力を進めたかったというわけではなくて、そんなことをしなくても立たないだろうと、わざわざ許認可の権限がない青森市議会、青森市がですね、発信をして強いメッセージを発していく必要はないと、そういうような考えだったと思います。要するにこれは市議会で取り上げるべき話題じゃないんだと、そういう認識の議員さんが多かった。ただ、選挙を通じてこれは大きな問題だと、地域の未来に関わる問題だと、そういう認識を持っていただき、今回全会一致での中止を求める意見書、そして請願の採択となりました。これは本当に皆さんの、私たちの一票がこの議会を変えた、市政に届いたということになると思います。一票入れても政治は変わらない、私たちの意思は届かないんだと、そういうふうに思ってらっしゃる市民の方が非常に多い現状だと思います。しかししっかりと声を上げれば、このように3ヶ月で意思が届くと、そういうこともあるんです。
市民の皆さんがこの市政に関心を持っていただけるように、これからも参政党の木村淳司、情報発信を続けていきます。で今回、市議会議員選挙投票率が 38.8%、 非常に低い投票率でした。特に若い方の投票率が低い、まだ正式な集計は出ていないんですけれども、今回の一般質問で投票率について質問された方もいました。で10代が 10%、これは抽出調査ですから全部確定ではないんですが、20代 18.8%、 30代は 21%、 23% でしたよね。で30代も 20% 台、 40代になってやっと 30% 台前半とこういうような投票率になっていると。もう前年代で前回の2018年の選挙に比べて投票率が大きく下がってしまいました。これはもう政治をする私たちの、私も含めた人間の責任と思っています。皆さんに届くような情報発信ができていない、市政に興味を持っていただくことができない、これは本当に4年間の大きな課題と思っています。ただですね、来年の4月またこの青森市でも選挙がございます。青森県議会議員選挙、青森市選挙区の選挙がございます。で今回その八甲田風力発電の問題で示されたように、しっかりと関心を持ってこの問題は市政で取り上げるべき、あるいは県政で取り上げるべきだと、市民の大きな声があればこれは県政に届くんです。その大きな機会がやはり選挙、今回の青森市議会の9月からこの12月にかけての変化、この変化もおそらく選挙がなければなかった。八甲田の風力発電中止を求める意見書が僅差での否決から全会一致での採択へと変わることもなかったと思います。ですから選挙、本当に大事な意思表示の機会です。参政党は青森県議会議員選挙、青森市選挙区にも候補者を擁立してしっかりと戦うつもりです。ぜひ皆さんの意思を汲み取る議員を県政に送り込みたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年は雪の非常に少ない年ですね。この年末12月27日、明日で仕事納めという方もたくさんいらっしゃると思います。こうした時期に雪がこんなにないというのもなかなか珍しい。令和元年度でしたか、元年度非常に雪が少ない時もありました。本当に雪がなくてこの寄せ雪すらないというような年もありましたけれども、普通の年であればこの涙手通りも歩道のところがもっと雪があっているという状況だと思います。これ非常にいいことではあるんですけれども、なかなかこういう年も少ない。また今年は降り始めの雪が多くて非常に渋滞が発生したり、雪を捨てる場所がないと、除雪が大変ということもありました。毎年の除雪の問題、これもしっかりと取り組んでいきたいと思います。今回の青森市議会では流雪溝の問題を取り上げました。これから人口が減っていく中で、たくさんの方が、使えるうちに、有流雪溝というのはただ放っておけば雪が溶けるというものではないです。皆さんもちろんご存知だと思います。雪を捨てないといけない自分たちで、そうなると、地域があまりにも高齢化してしまうと有流雪溝を有効に生かすことができない。地域が元気なうちにこの有流雪溝を整備して、この地区には有流雪溝あるんだと、であればあそこにちょっと引っ越そうかなと、若い方が例えば来ていただけるようなそういう街づくりをしないといけないと、でこれを提案していきました。ただですね、青森市雪対策計画という中でこの有流雪溝の整備を青森市位置づけているんですけれども、15地区ですね、計画の中であるんですが、まだ7地区しかできていなくて、今やっと8地区目に入ったところ、それが篠田地区、この国道の反対側なんですけどね、この国道の反対側の篠田地区がやっと8地区目ということになっております。
で、この篠田地区の整備もちょっと遅れていると。計画では来年度、令和5年度末までに 2.7 キロ、整備をするということになっているんですが、まだ800メートルしかできていない。0.8 キロですね。来年 1.9 キロ作らないといけないということなんですが、まあ、これまでのペースではなかなかこの計画に間に合わないというような状況です。しっかりと計画を立てているんであれば、それに間に合うようにやらないといけないんですが、まあ、なかなかこれ国の補助事業で予算がつかないという事情もあると。で、国の補助事業だから予算がつかないという事情はあるんですけれども、まあ、この計画あるのになかなかついていかないと。こういうものがなかなか多いんですね。行政っていうのは計画は立てるんだけど、達成できなくて、まあ、それでもまあしょうがないという状態になっているというものが非常に多い。まあ、何のための計画なのかとこういうことになってしまいます。まあ、こういう分野が、まあ、雪の分野だけではなくていろいろな分野である。こうしたことをしっかり町の全体のデザインを描いて取り組んでいくということを、来年もしっかり木村淳司やっていきたいと思います。ではどうしたらこの町づくり全体の計画しっかりと実効性を持ったものになるか。これは、まあ、八甲田の、まあ、風力発電の問題でも同じです。やはり皆さんが関心を持っていただく、もうこれしかない。市民の皆さんが、私たちが、この問題はもうちゃんとやらなきゃいけないと。ただ計画立ててなんとなく事業するんじゃなくて本当にやらなきゃいけないよねということになれば、これやっぱり政策の優先度上がります。上がればこれ何としてもやらなきゃいけないということになるわけですね。そしてその何としてもやらなきゃいけないっていうことにやっぱり集中できる行政、そして政治の在り方を作っていかないといけない。例えば風力発電であれば、無謀なその八甲田に150基風車を建てるという、市民絶対反対するでしょって、こんなことやったらおかしいだろうというような計画が出てきて、それが出るたびに押し返すと、こんなことはおかしいよと、反対だと、市議会で全会一致で決議するということをやってるとですね、まあ、これ今回本当に全会一致で決議ができてよかったんですけども、まあ、そもそもこれで終わりではないですし、事業者が撤回をするかどうか決めるという段階までいかないといけないわけですから、これ非常に私たち市民にとっても、そして行政にとっても政治にとってもこれ労力を使ってるわけですね、ものすごく。本来であればこの時間を使って、例えば八甲田山の豊かな、八甲田の豊かな自然を生かした例えばエコツーリズムの推進とかですね、地域を元気にする検討をした方が地域元気になるわけですね。風力発電を白紙撤回させたところで地域は元気にならないので、ゼロがマイナスにならなくてよかったねというところなわけです。プラスの政策ではない。ありがとうございます。おはようございます。ですからその前向きなゾーニング、ここには建てちゃダメだよね。こっちは、まあ、例えば小規模独立型のものだったら建ててもいいですよということを考えていかないといけない。そういう前向きなものが最初からあれば、いちいち計画が出た時に政治的に、そして行政が対応する必要もない。住民の方がですね、市民運動を起こして、睡眠時間を削って仕事の時間を削って収入を削って反対する必要もないという状態になるわけです。でこういう前向きな政策、これをしっかりやっていかないといけない。そしてその前向きな政策に集中できる体制というのを先手を打ってやっていかないといけない。そのためにはやっぱり私たち市民が、こういう問題はこの町は、この青森という町は、こういう方向で未来作っていこうよと、どんどん声を上げていく、議論をしていくということが必要だと思います。私もこの市民参加型、この参政党、政治に参加する党と書いて参政党です。この参政党の理念にのっとって政治に参加する青森市の政治をしっかり作ってまいります。明日で今日12月27日です。明日で仕事納めという方もたくさんいらっしゃると思います。おそらくこの楠市神社前からの街頭演説、今日で最後になるかと思います。あ、今年ですね、今年、今日私最後になるかと思います。本当に昨年度はありがとうございました。ご通行中の皆様、お騒がせいたしました。参政党の木村淳司でした。どうもありがとうございました。
結構見てくれてますね。あさとチャンネルさんありがとうございます。今日も、31人の方が、今ご覧になってくれています。ありがとうございます。雪が、ね、ですね少ないんですけど結構寒いんですね。鼻水されそうな感じですね。今日はキンと冷えて、ですね、明日は東京に始発で行ってですね、議員団の集まりに参加する予定です。それでは、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ちょっと、YouTube ライブ練習、重ねてますのでどうぞよろしくお願いします。登録者数1000人超えてますね。ポイジャンさんありがとうございます。さとちゃんさんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。